様々なステアリングホイールステアリングホイールとは自動車においてステアリング機構を操作し回転させて進行方向を調整するための環状の部品。日本においてはハンドルと呼ばれてきたがこれは和製英語である。ステアリングシステムの一部であり運転する人はステアリングホイールを両手で握り回転させることで進行方向を調整する。右前に前進したいとき または、右後に後退したいときは右回りに、左前に前進したいとき、または、左後に後退したいときは左回りに回転させ、ステアリング機構を操作しながら前進、後退する。自動車の黎明期には、ステアリングの調整は、ティラーバーで行っていた。1894年のパリルワン間のレースに、アルフレッド・ワシローエンがパナールの4馬力モデルに、 ステアリングホイールをつけた自動車で参加したという記録が残っており、これが特筆に値する記録としては最初期のものと考えられている。1898年からはパンハートイラバッサーがステアリングホイールを標準装備するようになった。1898年にチャールズ・ロールズはステアリングホイールを装備した車を初めてイギリスに輸入したが、それは フランスのパナール6馬力タイプであった。ハンドルからオープンカーまで、海外では通じない自動車にまつわる和製英語。オートメッセウェブ、交通タイムス社。2020年11月21日閲覧。ダンカン、H.O. ザワールドオンホイールズボリュームアイパリ、I、Paris. ピアニッシモ、456-457ピクチャーオブザワシロウエン。 カーオン P457CS ロールズシティング・イン・ザ・ファースト・カーイン・ブリテンフィッテッド・ウィズ・ホイール・ステアリング1898サイエンス・ソサエティ・ピクチャー・ライブラリー2011年1月4日閲覧ありがとうございます